こんにちは。今日これから、どのようにして英文を訳していくかという訳し方のコツについてお話をしていきたいと思います。まあ、なんでこれしようと思ったのかというと、英文がちょっと長くなってくるとですね、どういう順番に訳していいかというのがわからない、そういう生徒さんたちが、いますので、そういう生徒さんたちに説明する内容をこのビデオ講座を通して皆さんにもお伝えしたいと思います。まず重要なの、英文を訳す際に重要なのは主語と動詞を見極めましょうということです。そこが分かれば、あとは何とかなるものです。じゃあ早速1番見ていきましょう。 Will you show me the way to the station? これですね、これをどういうふうに訳せばいいのかを考えるときに、まず主語と動詞を見極めます。主語は you ですね、そして show は動詞です。まずこれを見極めるのが大事です。そしてその上で英文を訳すコツは、知ってる単語から、バラバラに訳すのではなくて、主語と動詞をしっかりさせた上で前から訳しましょうということです。ということは、前から訳していきます。 Will you show までですね、考えています。で、Will you っていうのは、これは Will というのは未来を表すことは何々でしょうと訳されますが、 Will you と聞かれた場合は何々してくれませんか、という訳になりますね。で、そので Will you show だと show は見せるですから、見せてくれませんかと聞いてます。見せてくれませんか、誰に、私に、何を、The way これはちょっとここで聞いてませんね、道を教えてほしいというふうに言っています。で、道を私に、見せてくれませんか、つまり案内してくれませんか、道を案内してくれませんかと言われても、え、何の道を案内したらいいのと思いますよね。なので、The way の後に To the station、駅への道というのが入ってきます。ですので、全部これを訳すと、駅への道を私に案内してくれませんか、見せてくれませんか、そのような訳になります。ですので、これをぐちゃぐちゃにしてしまうとちょっと難しくなるんですが、主語と動詞を見極めた上で前から訳していく、そういうふうにすると、簡単に訳せるようになります。じゃあ次2番ですね、これですね、よくある間違いは、この to の不定詞を意識しないで訳してしまう。あと、主語と動詞を意識しないで訳してしまう。そうするとどうなるかというと、I があって、by がここにあるから、私は、このまま日本語と同じように訳しちゃうんですね。私は、お店に行って、フルーツを買いました。でも、これは違うんです。言いたいことは、一番最初に来るのが英語です。これで言いたいのは、私はフルーツを買いましたというのを言いたいんじゃないんです。そうじゃなくて、主語と動詞見ていきますね。主語は I、動詞は went。だから、ここで言いたいのは、私は行きましたというのを言いたいんですね。私は行きました。え、どこに？って思いますよね。だから、ここにその答えが入ってます。I went to the store。お店に、そのお店に買いに来ました。で、なんでそのお店に行ったのっていうところの答えが、この to buy some fruit のところなんですね。ですので、前から訳してきてるんです。私は行きました。そのお店に、some fruit を買うために。ですので、私は、いくつかのフルーツを買うために、そのお店に行きました。っていうのが、この訳になります。ですね、こっちとこっちが反対になってしまうことがあります。それは日本語を考えるように英語を考えるからなんですね。で、そうじゃなくて、ちゃんと主語と動詞を見極めた上で、最後に私は行きました、私は行きましたっていうのは、最初と最後であるように作っていくことで、正しく訳せるようになっていきます。ですね、私は行きました、で、その後はその真ん中に入るやつですので、そういうふうな順番で訳していくと訳せるようになります。で、次3番ですね。3番。
これで一番言いたいこと、つまり主語と動詞は何かというと、my sister was reading が一番いいんですね。で、was reading なので、be 動詞の過去形、プラス ing がついている動詞。これは過去進行形ですね。ですので、私の、まあ、お姉さんか妹は読んでいました。っていうのが一番言いたいことです。その後は、もうちょっと状況を説明している。それだけなんですね。ですので、ここで一番まず大事なのは、私の、まあ、お姉さんの仮にしていきましょう。私のお姉さんは読んでいました。ですね。これが最初と最後になるように訳していくことで、正しい訳になってきます。じゃあどういうふうにするかというと、私のお姉さんは読んでましたって言われたら何て思うかというと、え、何読んでたのって思いますね。だから、あ、マガジンでは言います。雑誌を読んでいました。で、ここに when がありますね。この when の訳し方が重要です。で、when があると、あ、これ何々するときねっていうのが分かっている方も多いと思います。中学2年生以上は、まあ大体分かりますね。ただ、これをどっちにつけるかというふうなところで間違うことがあります。こういうふうに訳してしまうことがあります。私のお姉さんが雑誌を読んでいたとき、私は家に帰りました。帰ってきました。これは違うんですね。違う。そうじゃないんです。ここの when っていうのは、接続詞 when、何でもそうなんですけど、接続詞の後の時とか、そういうふうに訳すんですね。ですね、私が家に帰ってきた時に、お姉さんは、マガジン、雑誌を読んでいました。というのが正しい訳になります。で、この when の使い方を間違えることがあるので、そこを注意すること。そして、これを間違えないようにするにはどうしたらいいかというと、まあ、when の後のことを when というのは、when の後の時っていうふうな訳し方になる。ということを理解すること。それと同時に、この文章全体の主語と動詞をきちんと見極めて、そしてそれに応じてちゃんと主語と動詞を日本語でも訳を入れるというふうに理解する。それをマスターすると、英語から日本語に訳すときに簡単に訳せるようになってきます。今回のビデオでは、英語を日本語に訳すときに、どのように考えれば、どのように訳していけば、正しく訳せるのかということについてお話をしました。どうもありがとうございました。